海手海位海サンソンさんハートありがとう。コーラ結婚してママに聞いとくわ。ママに聞いとくわ後で。ウサギが今手元にウサギ一個結婚して、ちょっと結婚してって言われた。それは無理。渋い。ママ曰くそれは無理らしい。おはようございます皆さん。すごい急に突き放された。みんなおはよう。うん、巨大な壁が。実家にいるアイドルに結婚してっていうのかつ八問です。ポちゃんがいる。ママを口説くしか。みんなすごい。かわいい。耳があったかい。耳が熱いけどあなた大丈夫？このうさちゃん。面白い。おはようみんな。9時ですが皆さんよかった。ホットウサギ、おはようございます。前傾姿勢になっちゃった。かわいい。ウケる。めっちゃ面白い。ママに貢ぎ物をみんな。すぎる。みんなに見せたいぐらい。ぼやっきーさんたい焼きありがとう。かわいい。姿勢よくして。すごいよ。あっプーって言った。いやー耳あったかいよ。ねえ、でも良くなる。普通多分疲れてたんだと思う。お手日頃のね、ちょっと疲れかな、分かんない。寝たら治ったよねえ。ポポちゃんブーブー言ってくれる。あ、これかゆっ。曇り、めちゃいい。過ごしやすい天気。ポポちゃんおはようございます。ハートと音符ありがとう。キュウリの在庫あり。在庫？おはようメールで送ろうと思ってた。今日のキュウリ。おはっこり。こんばんは。
本漬け作ってみたの。そう、朝から一本漬けでした。いやんかわいい。もうとろけたウサギが生まれてしまった。二度寝するところだったの。二度寝いいね。かゆい、かわいいウサちゃん。耳あったかいね。でもちょっとなんかあったかいのなくなった。仕事中かな。皆さん今もしかしてお仕事してたりする？今日皆さんお仕事してる？してない？学校これからとか学校中とか。コーヒー飲みながらパソコン見てるだけの簡単なお仕事。そんなお仕事もあるの？焼き焼け、お疲れ様。それは眠りたいよね。これから出勤。みんないろいろなライフスタイルがあるのね。バリバリお仕事中。嬉しい。ニート、いいね。ニート、エスティーラボ。私も見るよ。ママがこんなの見てた。コーヒー見ながらパソコン飲みたい。大丈夫？え、STU にハマり始めてます。すごい。STU 素敵。STU いいよ。おいで。え、すごい。ネギトロ？広島駅のお寿司ってどんなとこなの？ネギトロがすごいの？語学校頑張って。かわいい、かわいすぎて。私もとろけたウサギが生まれてしまった。あーよ、みんなかゆい。読んだ？納期があるの？大変そう。メロメロだよ。ずっと触ってる。
配信開始からずっと。おはようございます皆様。火曜日です。リコチが火曜日をお知らせします。エスティアの沼にハマろう、一緒に一緒に一緒にハマろう。あ、姿勢悪かった、めっちゃ姿勢悪かったです。してる。手のひらを開くように胸を張ると姿勢で、はい。でこっちの最近です。こっちはほっぺたかわいい。そっか、耳から熱を出して体温保ってる。そんなにずっと私撫でてて大丈夫なのかな。あーちゃん、たい焼きありがとう。プープー言ってる。世界中で一番綺麗な宝石をあげる。うんうん、あんま映りたがらないですね。かわいい。プップってる。これが休日の朝。キヨニー、ありがとう。出るよ。おはようございます皆さん。つぶちゃんの寝息が。ありがとう。かわいい。180日連続配信ありがとうございます。伸びたー、すごい伸びた。ミキヤくん、ハートありがとう。ちょっとメイクをしていこうかなと思います。そんなに差がついてるんですか。
確かにもう半年分してることになるね。うさぎちゃんがもう撫でられて満足しましたって言っちゃった。うん、満足ですって、ありがとねって、なでなで。みきやくんハートありがとう。そんなでてアピールめっちゃ可愛い。三角の内角のはめっちゃおもろい。三角形の内角のめっちゃおもろい。あら、ま、こっち来た。なんすか、元気になってきた。おはようみんな、180日もありがとうございます。今日はですね、ちょっと楽しみのね予定があります。ちょっと軽めにちょっとメイクしていこうかなと思います。お仕事頑張れ。無音音がなくても分かるように。ちょっと待って、別にちょっと頑張れ頑張れ楽しみの予定、めっちゃ楽しみ。頑張れ頑張れ、すごい伝わった。綺麗だ、嬉しい。山口の水浴びてるもんで山口の水浴びてるもんでやばい。ふわふわふわ、あ、帰ってきた。よしよし、そこに登るの。ペロペロしてくれてるんだけど、撫でてくれてありがとねって。かわいい、なんてかわいいの。今穴覗いてる。おはっこり。あら、私今ふくらはぎの内側が蚊に噛まれてて、うさぎ飼い始めた。結構うさぎとは長いですね。登ってきた。ピエンだよ。カニカマれた。カニカマなんです。うん、カニカマねえ、カニカマコメントこんなに来るの。みんなカニカマが好き。あ、登ってきた。パウダーが渋滞してる。パウダー渋滞。もうしてないかな。あ、これ。うん、蚊に噛まれてる。かのりさん、ありがとう。ピンクめな感じのやつ。うん、ピンクめな感じに腫れ上がってる。え、何の話？蚊に噛まれた。昨日朝ね、レッスン行った時にあれ、なんか痒いなって、なんか痒いなってね思ったんよ。で、とりあえず服の上からね、うん、パウダー状態。そう、高則さん、タイヤキングありがとう。福ちゃんもタイヤキングありがとう。優しい、優しいです。
そう、なんか痒いなと思って書いてたら、あのめっちゃ私眠そうな顔してるね。そう書いてたら蚊でし、蚊っぽかった。ってマジで悔しいみたいな。蚊に噛まれたらちょっと悔しいんですよ私、どっちかと言ったら。そう悔しくて、そう悔しかーって、悔しいですだった。だからそう、そう隙をそう作ってしまったのかって気持ちにね、そうなっちゃった。え悔しいよね。やっぽーみんな、おはよう、おはようみんな、私の配信を見てくれて本当にありがとうね。そしたらね、ヤンネーも似たようなところ噛まれてね、ってね、かゆいって言ってた。かわいそう。多分同じやつに流れましたね。同じやつにやられましたよね私たち。そう、ふくらはぎを狙われましたお互い。ほんと、蚊の趣味ふくらはぎが好きみたい。ブヨじゃなさそうよ。ブヨだったらもっとさ腫れ上がるかな。そしたらまだ蚊だ、強めの蚊。いやでも蚊、どうやろうね。ええ趣味って、あそうなんやね、かゆいって。ブヨっぽいって、私ブヨのことさブリって呼んでたんで、すごい生活音が。ちなみにじゃじゃん、豆乳。そう徳島新聞の瀬戸内公開日誌、ブリ、ブヨを呼ぶ。ねん、生活音です。そう、豆乳の実、ブヨブヨ&チュドリス。めっちゃ好きなんだけど。ブヨブヨ&テトリス。スイッチは持って帰りませんでした。なぜならちょっと電子機器を立たなければ。ちょっと。犬とウサギと接する時間をね。一番大事だから。あとは普通に荷物に入んなかった。あ、今朝ね。朝ごはん食べながらみんなからねもらったね、あの私のお腹が鳴ってます、みんなからもらったねお手紙読んでたよ。みんななんていい人たちなんだって気持ちでした。初めてお手紙送りますっていう人が今月ね5月とか含めて、今お腹鳴って
推しです。もうねめちゃめちゃさ多くて、なんだよツンツンしないでよ、よし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 、かわいい、送りたい、嬉しい、お手紙嬉しかった、あ取ってった、あっ、ちょちょちょすいません、後ろのガラスが反応してゴーゴーンって音して、サンソンさんハートありがとうね、大事だよね、そうデジタルデトックス、うん、スギちゃんにツンツンされた、え、そのペースで送ってくれるの、ツン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 、ここ通る、いいよ、おはようみんな、もうね、どのくらいのペースか、書きたいと思ったらいっぱい送って、嬉しいすぎるもん、お腹が鳴っております、デジタルデトックス、略して DD、 あ、皆さん私この前もう自分なんか謎に自分のこと放置したい気みたいなのが訪れたじゃないですか、何よ、うさちゃんが来た、なんかわいい、この子怪獣みたい、丸い怪獣、おめめ完成、そう自分のこと放置したい気が来て、なんか前髪とかもう切るの切らないみたいな、でなんかもうスキンケアもなんか最小限しかしないみたいな、まあ、髪の毛はまあ一応なんか乾かすけどみたいな、そういう感じの時期が来てたじゃないですか、それセルフネグレクトっていうらしいですよ、多分だけどわかんないけど、ちょっとセルフネグレクトしてたかも私、今自分のこと、自分のお世話をしないっていう、あ、言うんだ、合ってる、私セルフネグレクトしてたみたい、自分育児放棄、そう前髪なんて伸ばしっぱなし、うん、もうスキンケアなんてしいらないみたいな、そう一つ賢くなったね、言い方があるみたい、私も知らず知らずのうちにしてた、なんでそんな可愛いね、一つ賢く、ね、お姉ちゃんマスカラしていい、マスカラしてもいい、あ、そういう時あった、最低限のことすらあしないんだもん、あ、ゴミ屋敷セルフ、でもさなんかさ余裕がさなくなるとさお部屋の片付けもさできなくなっちゃうじゃん、ちょっと生活音すごいけど、ちょっとおかんがおかん、おかんがおかんやから、ネガリジョセレクト、もろ、あ、本当セルフネグレクト気味、私もあ、もしかして自分ちょっとそういう感じだったのかなとか思った、僕ほぼずっとその状態かもしれません、嘘やん、ジャッキーさんありがとう、ご飯も食べなくなると最終形、そうなんや、でも余裕がさなくなるとさ、そうだよ、マジジャッキーさんありがとう、落眼
年ぐらいメンヘラっ子にならないよ今ね。うさちゃん、ポポタン、ポポタンメンタルヘルスケアに通ってるからまあまあ、ポポタンメンタルヘルスケアなでなでなでると落ち着く。ルンバのボタンすらめんどくさい。ねえ、だから部屋に物をね置きたくなくなるの。何そこ通いた、え、通いな、ほんと一瞬でなんかもうね何もなんかなくなるよ、きついの。そう、ポポタン療法。ジャッキーさん、楽がありがとう。ポポタンメンタルクリニックの常連。あ、アニマルセラピーか、そういうの。アニマルセラピー、なんでそこにピカチュウが出来上がっちゃったやん。え、ピカチュウに似てるんよ。そう、ピカチュウやん。この耳の形は垂れ耳ウサギです垂れ耳ウサギです。あ、起きちゃった。かゆいんかいね、こういう時期も必要ね。オキシトシンで出る。え、オキシトシンとセロトニンの違いって何ですか。電気療法ね、ポポちゃん。まだマスカラこの状態なんやけど、私左手でする。もうカピカピやわねえポポちゃん、いっぱい撫でさせてくれてありがとう。セロトニンとオキシトシン、動物と触れ合うのが一番やっぱいいよね。昨日もお家帰ってからつぶちゃんがにゃむきゃんだよって走ってきてそれ、うん、つぶちゃんつぶちゃんつぶちゃんってしてた。そう、そしたらもうなんか日頃のなんか疲れがゼロになった。ああ、どっちも幸せホルモンって言うんだ。新シリーズのピカチュウ、嘘、ピカチュウまだおる。あ、文字数が違うのか。オキシトシン、セロトニン、5と6。ねえお姉ちゃん、マスカラ塗る系さ、ちょっと離脱してもいいっすか。離脱しますよ。ピーナッツちゃん、カシューナッツみたいな形しとるよ。ジャッキーさん、たい焼きありがとう。ポポちゃんはカシューナッツみたいな形してます。だからカシューナッツ食べてるときは、あ、ポポちゃんみたいって思います。アーモンドでもいいかも、ひまわりの種でもいいかも。なんかそういう形してる。ワンコ癒しよね、たまにそういう形になる。今この状態はカシューナッツ、カシューナッツフォルム、カシューナッツフォルムでイメージ湧くでしょ。で、もう四角くなる時もあるんで、その時は鼻セレブ状態、私呼んで鼻セレブフォルム、真っ四角になる。で、耳を後ろで一つになんか二つ耳ってあるじゃん、それがキュッてくっついてて、後ろでなんかピッてなってるところをセミって呼んでます。本当にね、耳がセミみたいなの。あとは伸びてる時とか、ゴロンってしてる時とか、バタ足の時とかいっぱいある。そう、え、マジ白いウサちゃんの鼻セレブみたいな感じなんよ。真四角になって、ちょっとティッシュ、ティッシュの箱ティッシュみたいな形になるけ。そう、だからちょっと鼻セレブって呼んでる。ウサギやけね、鼻セレブ。めっちゃ毛抜ける、めっちゃ毛抜ける。そうねえ、泣かないセミだよね。やばい、ポポちゃんの鼻
ポポちゃんの毛が鼻に入って痒くなった。オキシトシンが十分に分泌されているとセロトニンの分泌も増えてストレス、あ、そうなんだ、緩和につながるんだ。え、すごい、ありがとう教えてくれて。じゃまずはオキシトシンなんだ。やばい、ウィキかい。ちょっとお姉ちゃんさ、正面けどマスカラさせて。お姉ちゃんマスカラするけ。あ、そう、私あの犬とかウサギの前だと自分のことお姉ちゃんって呼ぶタイプです。恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしいやん。めっちゃおもろいやんね。ごめん、お姉ちゃんマスカラしちゃおけさ。やば、めっちゃ恥ずかしいじゃん。ジャッキーさん、たい焼きありがとうね。毛がね生え変わる時期よね。セルフ、ちょっとリコお姉ちゃん、そう、ちょっと我に返った。ちょっと一人称お姉ちゃんになる。まあええでしょう、入っちゃった。セロトニン、ああそうなんや、違いとかはあんまないんだね。セロトニンとオキシトシンはお互いに人よに必要だから。あ、お姉ちゃんとわたあめ、末っ子なの？私末っ子。私は確かに人間の兄弟で見たら末っ子かもしれないけど、なんかうちって動物園だから。今までいろんな動物たちがいて、鳥とかもカメとかもいたし、だからお姉ちゃん、弟たちって感じ。弟と妹って感じ。もうメイク終わる。今日キラキラしなくていいや。でも多分精神、あ、ハッスルハッスルしてる。背後にクソマズリップを塗って終わり。うん、いいお姉ちゃん、絶対私なれるくない、なれるじゃない。塗って整いました。かわいいね、毛並みがいいね。安定の草まずリップ、色味かわいい、やったね。草まずだけどね、あとはちょっと髪の毛をしたらいい感じかな。じゃじゃん、見てください、これ私のパジャマです。私のパジャマ、見てこれ。これ私のパジャマ、これうさちゃんついてるいちごのパジャマです。これは私が小学5、6年ぐらいの時に着てた頃のパジャマです。なんと130センチです。130センチです。うさももだ、うさもも、この子うさもも
や、うん、切れました。いやマジもうバリバリバリってしバリバリバリってなりそうよ。ツーです。たい焼きありがとう。ポポタン、ポポタン、ウサモモ、私ウサモモがめっちゃ好きで、そう物持ちいいね。確かにお姉ちゃんウサモモのなんかグッズいっぱい持って、グッズっていうかなんか文房具とかさめっちゃ好きだった。ウサモモパジャマが一番好き。やばい、急にあざといキャラ、やばい。え、袖めっちゃ足りてないっけこういうとこほんと130、袖めっちゃ足りてないっけ。これでも多分七分丈とかそういうやつやけど、五分丈、うん、これでも一応七分丈とかの七分丈ぐらいやったんよ、私が現役時代は。現役時代、うん、今五分丈です。うん現役時代やばい、これの現役時代。そうでもこれを着て今日昨日寝た。そうリアルにイチゴのパジャマ着る子いるんやね、このようにここにいるよ。あ足りてる、お腹のとこはめっちゃ足りてる。メルクロ、すごいね、もう本当に。なんか、なんか子供みたい。うん、足はこれもでも7分丈とかだったけど5分丈いちごのパジャマね。本当にうさもも、うさもも、うさもも今もうさもも着てるのやばいね。ゴブタケ、うん、ゴロいいね。うん、でもすごいもうなんかちぎれちゃうんじゃないかってぐらい不安だったけど大丈夫です。今からちょっとおはようメール送ろう。昨日おはようメールが、お昨日さ聞いてほしい、本当は7通目も送ろうと思ったんだけど、なんか不具合が起きてモニツ送れんわってなって一通だけにした。でも内容のある一通でよかった。え、全身送りたいけどさやばいもん。今日は提出物提出しよう。台所掃除が少しはかどった、よかった。でも私も実家に帰る前めちゃめちゃ部屋きれいに片付けて帰ってきた。え、肩張るよ。うん、なんかもうなんかうーってなってる。提出物しよう。うん、そう帰省前のお掃除、そうめっちゃ頑張った。え、本当に洗面所とかめっちゃ綺麗になった。え、ちょっとみんな、あのねレッスンね5時間とかあったんだよ昨日。マジ頭かち割れ、マジ頭太郎生まれる。笑ってくれて嬉しいありがとう。そう本当びっくりした。なんかレッスン帰ってきてからあきついなとか思ったけど、とりあえずお家帰らんと始まらんけさ、そうとりあえずそう
旦お家帰って、あのレッスン終わってもう汗とかもダラダラで、だからとりあえずお風呂入ったんよ。お風呂入ってシャワー浴びて、それでシャワー浴びてプロテイン飲んで、もうそっからもうちょっと QOL 高いでしょ。そしたらもう洗濯物も全部やって干せたし、洗面所とかもなんか結構なんか物に溢れてたの、だからもうそれもちゃんとちょっと収納して片付けて、でも歯ブラシで磨いてあげて、でピカピカにして、で洗い物とかも終えたし、で食器とかも片付けたし中に入れて、もう何も残すことなく帰ってきたよ。振り入れそうなんよもうね。ちょでもね、確かに疲れが溜まってたようで、私も結構もうね、ありがたいことにね、何連勤かさせていただけてたのでね連勤、そう、ありがたいことにね、確かにこう考えたらめちゃめちゃ何連勤かさせていただけてたので、そう、そのね、ちょっとね疲れが、そう、錬金術してたから溜まってたかな。そう、でもちょっとね、一旦長期休み、まとまった休み、マイレッスン朝早かった気がする。確かにそう、岩国の錬金やったからね、 9個はない、一応まとまったお休みがね取れたのでね、実家に帰れました。そう、なんか忙しいアピールみたいだけど、え、めっちゃでも頑張った、頑張ったよ、私頑張った。なんかそれでちょっと頭痛くなっちゃったのかなとかも、ちょっと限界を超えかけたのかと。もうアニマルセラピーしてたからもう大丈夫。ありがとうございます。ありがとうね、優しい。でももうね、もう休めてる。7時間半眠ったよ。あの、そう、普通に目が覚めた。太陽がブエーって。23時にお布団入ってた。あ、くしゃみ出そう。うん、ノンアラームでここまで眠れたの。嬉しかった。ちょ、メール送ろう。やばい、姿勢。そう、ぐっすりこっちできた。ノンレム睡眠、レム睡眠の睡眠周期って1時間半ってみんなが教えてくれたじゃん。納得した。7時間半です。ん ?7 時間半って1時間半やん。7時間半90分やん。90分刻みの7時間半だからめっちゃすっきり目覚めたのね。ノンアラーム&太陽起床、一番気持ちいい。ずらずらずら、やっぱそうだよね、 1.5 の倍数。え、そう、実家には麹2期もいないの。そう
実家には麹二期がいない。広島には麹二期がたくさんいっぱいだからね。麹二期、麹二期。やっぱ90分って大事なんだよね。これかも。7.5 か、次は 7.5 か、9でいくけ。麹二期いらんけ。いらんって言ったらあれやけど、若干寂しい。でもいらん、なんか、いや、確かに、ありがたいことよ。だって、二度寝防止になるからね。でもちょっとやっぱ、実家の安心感えぐい。麹二期はみんなの心の中にいる。でもね、まだ多分麹続くんじゃないかな。あらー、お餅になってる。かわいい、長い、大根。そこね。かわいい。ポポちゃんがママになでなでされてる。大根みたいになってた。なんか、育った大根って感じ。ガン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 。ほんまに大根、ママが大根撫でてる。愛を込めるお料理、真心料理のプロやん。いやーん、つぶちゃんがログインしました。つぶちゃん眠たいね。つぶちゃん尻尾振ってる。つぶちゃん、つぶちゃん、つぶちゃんです。つぶちゃんだよって。つむちゃん、つむ、つむじちゃん、つぶらちゃんのつぶ、つぶらな瞳のつぶちゃんよね、つぶらちゃん。あ、ペロペロしてくれた。おはよう。裸の犬なんです。あの、今まで服着てたんですけど、やっと裸の犬になってね。よかったね。地毛、地毛で暖取れるよね、この時期だったら。うん、失礼、つぶちゃん。いいよ、ペロペロ。うん、尻尾もフリフリ。つぶちゃんは女の子。あ、いちゃった、いちゃった。プルプルプル、ママって。ママの方いっちゃった。で、今メール送ってる。ちょ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 、強くなった。めっちゃ良くなった。なんでなんてぐらいびっくりした。メール送った。犬種はね、キャバリアだよ。つぶちゃんはマニョチ。承知の人もさ、たい焼きありがとう。つぶちゃん、またあれでメールで送ろう。じゃあ今から楽しみなお役目じゃないね、あの予定に行ってきたいと思います。やっぱね、そう、いつもね、多分ね、ママが一番好きよね。あ、抱っこされてる。抱っこされてる。またつぶちゃんのさ、あの写真送るね、メールで。え、行ってくる、めっちゃ楽しみ。とりあえず服着替えて
てかメール来た、まだメール楽しみにしててください。じゃあ行ってきます。みんな私の朝配信に付き合ってくれかわいい。またその話もメールで送ろじゃあみんな行ってきますね。誕生の方を呼びさせていただきます。付き合ってくれてありがとう。急な9時からの配信だったけど来てくれてコメントしてくれて嬉しかった、ありがとう。ヨッシーさん、なべなべ所長、なべさん、うしろさん、 DJ さん、ほうさん、ゴキザリーさん、いっこ、フォーユーさん、たかゆきさん、しばさん、わらびもちさん、サンソンさん、すのはらくん、もびさん、こがおたん、ガッチさん、さんぱちさん、いちろうばいさん、ロンパオさん、みゆさん、お嬢さん、ひろし BKK さん、あいさん、くまけんさん、ましゃさん、どんどこやまにしさん、ちゃおさん、ふうさん、ぶんちゃん、エレメンツさん、ソニーさん、野口さん、そして本日の秋元先生枠は、ジャッキー先生でした。ありがとうございました。きよにつーですさん、ありがとうございました。そして本日の、メルヘンチェンジ。第3位は、ぼやっきーさんでした。ぼやっきーさん、ありがとう。お仕事頑張って。第2位は、渡辺さんでした。渡辺さんもありがとう。お仕事頑張って。そして第1位は福ちゃんでした。福ちゃんもお仕事頑張ってありがとうございました。ズーデさん、たい焼きありがとう。ミキア、ハートありがとう。みんなありがとう、ありがとうございます。私の配信見てくださって嬉しかった。急なゲリラっぽかった。20分前ねちゃんと予約入れたけど、みんなが見に来てくれてよかった。ありがとうございます。ありがとう、ミキア君ハート、ズーデスさんたい焼き、フォーユーさんハートありがとう。みんなもお仕事だったり学校だったり家事育児、一個ファイトありがとう。家事育児、その他趣味、今日一日頑張ってください。私も頑張ります。健やかに行きましょう。それでは行きますよ、せーの、えいえいおありがとうみんな。じゃあ今日あったこといっぱいメールで教えるので、皆さんメール楽しみに待っててください。じゃあね、えいえいおーみんな、健やかに。じゃあね、えいえいおー、またね。じゃあ切ります。バイバイ、いってらっしゃい。